皆さんこんにちは。1982年に発売された聖母たちのララバイが発売後2週目でオリコンチャート週間売上1位を獲得し、80万枚を売り上げる大ヒットとなった。同年11月には日本歌謡大賞を受賞する岩崎宏美さん、壮絶な離婚歴や余命宣告された病気に言葉を失う。今日は岩崎宏美さんのことについて紹介します。まずは岩崎宏美さんの経歴とプロフィールから紹介します。岩崎宏美は日本の女性歌手、愛称はヒロリン。岩崎良美は妹。東京都江東区深川出身。所属事務所は芸営プロダクションから、後に 3G に移籍、レコード会社はビクターからインペリアルレコードに移籍。元はミュージカル俳優の今拓也。歌手の岩崎宏美さんが夫で俳優の今拓也さんと4月に離婚していたことが話題になっていますね。岩崎さんに限らず、最近芸能人の60代の女性の離婚が多いような気がします。60代で離婚って結構勇気がいるように感じる人も多いのではないでしょうか。そこで岩崎宏美さんがなぜ離婚の道を選んだのか調査してみました。64歳の岩崎さん、エリート商社マンの前夫とは7年の歳月を経て離婚。しかし2人の息子の親権をなくし、離婚後は精神的な病になったり、2001年から甲状腺の病気であるバセドウ病と橋本病を抱えながらの生活だったようです。そんな岩崎さんにとって今拓也さんの存在が心の支えになっていたことでしょう。それでもあえて選んだ離婚ですから、よっぽど自分のこれまでを見直し、身軽になっておきたいという気持ちがあったのでしょうね。岩崎さんは世の中の高齢者のくくりである65歳を前に、これからの人生を楽しむためにこれまでのものや資産を整理してすっきりしてから先に進みたかったのかもしれませんね。今さんと岩崎さんは7年半の同棲生活を経ての結婚でしたが、最初に同棲する時に犬のベリーと2人暮らしだった岩崎さん宅に今さんが住む形だったようです。お互いに芸能活動をする身では自宅にはたくさんのものがあったことでしょう。そしてそれぞれの資産の整理などもあるでしょうね。5月に離婚が報じられた高坂みゆきさんと清水圭さんの場合、2020年に圭さんが高坂さんに豪邸の所有権を生前分与しているそうです。そして圭さんは今単身者用の賃貸マンションで暮らしているそう。岩崎さんは離婚前と住まいを変えていないようですが、今拓也さんはどこに住んでいるのかが気になるところです。断捨離れにはものの断捨離れもありますが、人間関係の断捨離れもありますね。年齢とともに人付き合いをする労力も限られてくるもの。煩わしい人間関係を整理して、その時期で過ごしたい人と気楽に付き合いたいと考えたのかもしれませんね。今さんは岩崎さんの最初の夫の息子や妹の岩崎良美さんとのお付き合いも良好なようです。今回の離婚にあたり、仕事先に岩崎さん、今3連名の文書で連絡を取り合える関係は続いており、今までとは違う形で互いの人生にエールを送り続けるつもりとあったそうです。岩崎宏美さんと今拓也さんとの間にはお子さんはいなかったので、離婚しやすい状況もあったのかもしれませんが、岩崎宏美さんのパートナーとしての岩崎ファミリーの絆は強そうですし、今後のお二人の関係は夫婦という関係に縛られない、お互いのこれからの人生をつかず離れずで見守る形なのかもしれませんね。岩崎さんは2017年の AERA の取材でこう語っています。あの頃は離婚して小さかった息子たちと離れ離れになった後でものすごく大変だったんです。ちょっと鬱っぽくて睡眠がないと眠れないような状態で、今より10キロ痩せていて、でも今ちゃんと一緒に暮らし始めたら、この人私が寝るまで寝ないから先に寝るようになっちゃって睡眠がいらなくなったんですよ。岩崎さんにとって今さんはなくてはならない存在だったようですね。でもなぜ離婚なのか。岩崎は01年、突然体調を崩した、ダイエットもしていないのに体重がどんどん減り、おかしいなと思い始めた。やがて
更年期に近いような症状で、汗が出たり、心臓がバクバクしたり、めまいがしたり、耳鳴りが出たり、検査したところ甲状腺ホルモンの異常によるバセドウ病、橋本病と診断された。歌手の綾香が闘病中であることを公表したことで知られるバセドウ病は、体重減少、動悸、息切れ、手足の震え、倦怠感などの症状がある。橋本病は30から50歳代に多いのが特徴で、女性は男性の10倍の発症率。倦怠感、気力低下、体の冷え、顔のむくみ、皮膚の乾燥などが主症状とされる。岩崎はステージに立っても息切れしたり、手が震えたり、マイク持って手が震えても、この人緊張してると思われるのに、膝が笑う状態だったので、すごく不安でしたと苦しみながら歌ってきたことを明かした。ここからは私の推測ですが、6月に63歳で離婚した田中美佐子さんは、夫より7歳年上、2021年3月に61歳で離婚した熊谷真美さんは、夫より18歳年上でした。熊谷さんは夫からある日突然、ダメなんだ、もう好きじゃないって言われたそうです。熊谷さんの場合、いつも熊谷さんの方がパワーバランスが上だったそうで、晴天の霹靂だったそうですが、毎日女友達が入れ替わり立ち替わり励ましてくれたそうです。岩崎宏美さんも、もしかしたら夫婦のパワーバランスが岩崎さんの方が上なのかもしれませんね。10歳年下の今さんが、これからの人生をのびのびと生きていけるよう、今さんをこれ以上縛るのは良くないと思ったのかもしれません。民法では夫婦の扶養義務が課せられています。夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。岩崎さんは、将来自分に介護が必要になった時に、今さんに迷惑をかけたくないという気持ちもあったのかもしれません。岩崎さんほどの人脈や財力があれば、今後介護が必要になった時も、ケア付き住宅などの入居なども難しくないでしょうね。熟年離婚にはやはり財力が大事です。歌手の岩崎宏美が、夫で俳優の今拓也と今年4月に離婚したことが30日、分かった。二人は仕事仲間など親しい人たちに、結婚生活にピリオドを打ちました、と報告しているスポニチ本誌の取材に、岩崎の所属事務所も離婚の事実は認めた上で、この件についてお話しすることはありません、としている。二人は7年半の同棲を経て2009年に結婚。人生の20年以上を共に過ごしたパートナーでもあり、仕事先には連名の文書で、前に進むためにそれぞれの人生を歩むことになりました。連絡を取り合える関係は続いており、今までとは違う形で5位の人生にエールを送り続けるつもりです、と報告。円満な話し合いによる熟年離婚となった様子だ。岩崎は88年に会社員男性と結婚したが、95年に離婚。前夫との間には2人の息子がおり、今との再婚は子供たちの理解を得た上で決めた。結婚時も連名で、互いの生活や仕事、過去の人生、友人や家族との交流も含め、理解と絆を深めてまいりました、と報告。恋愛感情だけでなく、互いの家族や周囲との信頼関係を築きながらのゴールインだったことを強調した。今回の離婚に際しても、すでに成人している岩崎の2人の子供には理解を得ており、結婚によってつながった人たちとの縁は今後も互いに大切にしていきます、と説明。共に前向きに歩み始めています、と人生の新たなスタートを切った思いを伝えている。岩崎は今週初め、デビュー当時のマネジャーだった元芸営社長の市原実さんの葬儀に参列。新たな思いを胸に恩人を見送った。歌謡界屈指の歌唱力は還暦を過ぎても健在。昨年は野口五郎との初の共演アルバム「エターナルボイス」を発表し話題となった。一日には妹の岩崎良美との共演で、交響楽団との合奏コンサートを都内で開催する。孔子で岩崎の今後に注目が集まりそうだ。現在すでに還暦を迎えた岩崎宏美ですが、過去に何度か病気を患っていることを公表しています。
2001年には喉にポリープができて摘出手術を受けました。さらに同年から甲状腺の病気であるバセドウ病と橋本病を患っていることも明かしました。この病気は甲状腺の異常により甲状腺ホルモンが過剰に分泌され体重減少、ターセ、動悸、頻脈めまい、耳鳴りといった症状が発生する病気です。岩崎宏美もダイエットをしてるわけでもないのに体重が減り、更年期障害のような症状が出たことで病院に行ったところ、これらの病気が判明しました。現在の病状としては2015年時点で治療を続けていることが明かされています。現在も毎朝1錠の薬を飲み続けているようで、病気とうまく付き合いながら悪化しない容器をつけているとのことでした。岩崎宏美は現在も歌手として音楽活動を続けています。2020年4月25日には歌手デビュー45周年を迎え、新たな挑戦として公式 YouTube チャンネルを開設しました。また60歳で大学院へ進学し経営学を学んだことを公表して話題になっています。岩崎宏美はデビュー50周年に向けて、経営学を勉強したらもっと光り輝けるのではないかと考え、桜美林大学の大学院へ進学。2022年秋に無事卒業し、還暦を迎えてからの学び直しを実現させました。今後は大学院で学んだ経営学を生かした活動もしていくようなので、デビュー後10周年を控えた現在も輝き続ける岩崎宏美の今後の仕事にも注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。